はい、えー、こんにちは11月の12日月曜日の株と為替の売買シナリオでございます現時刻3時43分30秒過ぎたところという時間帯でございますがさて今日の東京市場を振り返る前にでございますがちょっと私こちらに手にしておりますのが千円越ながらちょっとご案内させていただこうかと思います、えー、昨日発売の えー、日経ビリタスでございますけれども、こちらのほうはぜひ。えー お求めの上でごご講いただければというふうにしておりますが、週刊為替見通しの方もいつもご案内させていただいております、当社サイトでございますけれども、こちらの方でちょっと書かせていただきました、まあ、ユーロだとかポンドのこともちょっと触れてるんですが、えー、竹部、えー、こちらのニ経ケビリタスのところでも週刊見通しさせていただいておりますので、ぜひご講談いただければというふうにしております。で、これが昨日発売のものだったんですが、今日は午前10時ちょっと過ぎぐらいからでございます、東京エクステレビの東京マーケットワイド、出演させていただきました。 中田さんとそして岩本さんと、お二人の間に挟まれてなんですが、こちらのところで何を申し上げたのか、えー、こちらのところはですね、当社のウェブサイト内、まあ、リキアのエフェクト像でもちょっとリンクさせていただいたんですけども。 え、トランプ大統領の不定件な、あ外交政策、え、今後でございますけども、先鋭化してくる可能性がある。で、今週はペンス副大統領もいらっしゃる。そして、えー、まあ、そこはちょっとベリタスのところでも書かせていただいたんですけどもね、ポンドの材料であったりだとか、ユーロの材料、えー、ございますが、一番ちょっと怖いのは、 えーまあ、年末に向けてでございますけれども、さすがにちょっと宝くじとまでは言いません、あまあ、ちょっと言ってしまったのかな、まあ、それぐらいの確率でかなりちょっと低いというふうには見ているんですが、トランプ大統領は何をするのか分かりませんねという可能性としては、連邦制度理事会法、ここにちょっと触れてさせていただくと、まあ、その内容のところはです、ね、ぜひご考案いただければというふうに思うんですけれども、場合によってはあ、まあ、可能性は0%ではないぞというような。 0%ではないぞというような見方で、えー、何を申し上げたかというと、パウエル FRB 議長の任命権者でありますので、えー、まあ整合性があれば、 まあ、そこまで言葉を踏み込みませんでしたが、首にすることができると、おいうお話をさせていただきました。まあ、今後でございますけども、FRB の利上げ思考、利上げ思考に対してトランプ大統領がどのような形でですね、2期目、えー、大統領選継続に向けてのスタンスというような形で踏み込んでくるのか、ちょっとこの辺はぜひですね、ご注意くださいというふうにして申し上げた経緯ございます。さて、で、本日の東京市場でございますが、こちらです。ちょっとご覧になっていただければと思います。私が今日一番気になったのは、日経225のオプションの方なんですけど、 今日はまあ先後ほどご案内させていただこうかと思いますが日経平均株価の方はかなりなぎではございましたがオプションのところで見るとなぎというような状況の中ではやはりです、ねえー、ロングもしくはショートのストラングル形成が見受けられるのかなと。でえー コールのところの出来高で、えー、県庁でありますのが2万4千円。そしてこちらですね。えー、2万3、えー、失礼、2万4千と2万3千円のコール。それぞれ4千枚、そして3千枚強というところでございます。えー、かなり出来高の方が、えー、現在のストライク水準、これ12月切りでございますけれども、ストライク水準はかなり上の方になっているよと。で、一方で、下のところなんですが、やはりまたまた取り出されてくるのかなというところは、下に警戒感があるのが2万トンで500円。このプットのところ での細かいところではかなりですね出来高がいい1000枚強ぐらいのところでばーっと広がってはいるというところでは以前のように特定のところですさまじい5000枚,枚だ、6000枚だ、7000枚だというようなボリューム感はないんですがやはりこうしたようなマーケットの試合の時だからこそですねどちらかというと、えー、まあヘッジ対応をしていらっしゃる方々、市場参加者が多いのかなと。 こういうイメージを今日はちょっと特に感じた次第でございますさてで先ほどちょっとバタバタといたしましたが本日の東京市場でございますこちらの方ちょっとご覧になっていただければというふうにし思いますが日経おかさんオンライン証券のネットトレーダーウェーブ2のところでございます、えー、日経平均株価まあドル円の方が今になってちょうど114円の1 5 0金0本までぐっと上がってまいりましたのでちょっと後ほどご案内させていただける売買シナリオの中ではこの辺がポイントなのかなというふうにして見ていますが、えー、さて、えー、こうした状況の中では アジア株、家計印数だとか上海指数、こちらの方が非常に、えーまあ、プラスの方にかかってまいりました、コスピーのところだけか、ちょっと韓国のところだけ弱かったんですけどもね、ね、えー。アジア株とそして1ドル =114 円水準まで意識する中では、それが追い風になったのかなというところが日経平均株価、えー、よりのところはぐっと下がりましたが、ほとんど横ばいという,ような状況でございました、えー2万えー、高いところで2万2300円台ぐらい、まあ、ちょっと250円ぐらいの金峰でずっと横ばいだったのかなというところだと思います。 まあ、アリババのセールスというところでは11月1日、11月11日が独身の日だということだそうでそうしたところでのセールスのところではかなり、えー、ネットでのーセールス氷、まあのところが堅調だったというところだったと思いますがさてで今日はちょっと前置き長かったですが米国、お休みなんですねで、それを踏まえてどういった戦略を考えていくのかそこで今回はこちらでご案内させていただこうかと思います。 ドル円からでございますが、今まさに114円の15銭金法というところで、上限に来てしまったのかなというところなんですが、今回の実はドル円のスタンスは、113円の7丸114円の15銭ということで、 様子見と、させていただきます。えー、退役軍人、えー、退役軍人、ベテランズデーということでは、ちょっとナショナリティックなことをトランプ大統領おっしゃるのかなというふうにして思いますが、ーキッシュな発言をいろいろツイッターなどでもするのかなというふうにして思うんですが、ドル円に関してちょっと非常に怖いなというふうにして見ております。で、これがよくわからないのはなぜか、えー、ベリタスのところでもちょっと触れさせていただいたんですが、明日ですね、欧州連合の政策執行委員であります、欧州委員会、えー、イタリアの財政赤字をこれ、えー 2.4%ぐらいにするよという予算案、これ、まあ、ちょっと財政拡大だというような形で非難されていて、修正案提出されている中での期限が明日なんですが、これを取りざ汰す中で、 ま、実は今日ちょっとテレビでも言わせていただいたんですけども、ちょっとよくわからないと。どうなっているのかわからないと。え、修正するんだとかしないんだとかというところでいろんな各種報道出ております。で、ドラギー CB 総裁もイタリアご出身ではあるという状況の中でなかなか口をつぐんでいらっしゃるという中で、今日もユーロ圏の欧州、まあ欧州中銀の各幹部から発言ありますが、その辺は気を使って言うのか言わないのか。え、この辺のところではユーロドルないし、ポンドドルの動き。え、で、特に今、ポンドドルにおいては、 yeah <laughs> これもちょっと非常に難しいところではあるとは思うんですけども明政権内の中では閣内不統一感が出ているそして外務副大臣も、えー、つい先週ですかね、えー、おやめになれると,うとでもう一回国民投票をして、えー、民を問うべきだと非常に混乱していますでこちらの方マイルランドとの国境というところの中では明日が、えー、期限でございましてポンドドルこちらの方が、まあ、ユーロドルよりもちょっと触れやすいのかなとで特にポンド円を取り組みの方、えー、東の雲の上 が147円の25 6 0 0ぐらいの水準ポンドドルがあこれ雲の加減でいいと思いますが1.29のまあ、80アラウンドポンドがどちらにぶれていくのかわからないでドルの強弱がどっちいくのかわからないでドル円単体の材料というと金利差ぐらいしかないそうした中で今114円の1 5 0金本まで来ておりますがどの程度まで上値応用意していったらいいのかリキュアのエフェクトとブログのところないしは、えー、こちらのとかテレビないしはウィークリーレポートでも書かせて いたただきましたが個人投資家、FX と個人投資家の皆様方、意外と今、回避率を下げておりまして、ニュートラルにしているような状況、114円になって近づいていくると売るというようなところは非常にですね、まあ どちらにいつでもニュートラルにして、順張り追随という形だとは思うんですが、やはり114円、115円を一旦の上値めどとして見てらっしゃる方が多いのかなというふうにして感じました。えー、そういった中で今日はですね、まあ、あ一応、完全なお休みではないんですが、ほとんど取引なされる方が、為替のところでは少ないというふうにして見ておりますので、その状況の中で今日はどの程度までマーケットが上値をするのか、それをちょっとまあ見てるだけでもいいんじゃないかなというふうにして感じました。基本的には120万は絞り、 シンジャーバンドのプラスマイナス2シグマないしは しわしのボリンジャのマイナス2シグマを超えていって、114円の5丸金方まで上がっていくのかどうか、114円の前半でもし、まあ、売り出しというふうにして思われる方もいらっしゃるとは思いますが、一旦は114円の5丸あたりで、まあ、仕切り直しじゃないかということで、ちょっと、こちらの方にマークさせていただきました。買いの方は、まあ、リキアのイラスト出ておりますが、この辺のところですね、この上昇帯のところを埋め戻していくような、113円台の後半ぐーっと下がっていくような状況が強まるならば、まあ、3の20で一旦万歳かなというところで、 ご参考程度というところでご案内させていただきます。 日経225東京金融取引所クリック株365は現時点22,430円ぐらいというところです。で、こちらの方はスタンス解体期というところです。22,350円から550円の予想オレンジ。そう言ってもちょっとコンサバティブな形で22,300円台で解体期というところです。えー、現在が22,430円。十、え、円、ー、もうちょっと下のところで買いたいなというところ。で、150円幅狙いで22,500円。ここで、えー、売り、エグジット、そして、損切りでございますが22,200円。こちら 150円一というところでございます。え、まあ、今日の東証のところでは、まあ、結果として日経平均株価の方は、私は17業種値上がりしたので。まあ、ほとんど一応勝ち越ししてるなというふうにして思いましたが。ちょっと値上がりと値下がり銘柄数のところでは、値下がりの方がちょっと多かったのかなというところでは。えー、どうなんでしょうか、やはり、まあ、ニューヨークがお休みだということを、ご警戒なさった方も多かったのかなというふうにして思うんですが。個別銘柄見る限りです、いろいろですね。情報修正だとか、そうしたところが多かったというところで。 全般的には悪くなかったのかなというふうふにしてて感じておりますただし、今日、ちょっと、マイナス9度として押し下げで強まったのが TDK6762、ないしは資生堂4911。ただし、この辺のところは、まあ、ちょっと調整、それほど、まあ、いろいろ各中国に向けての進出だとか、まあ、TDK もいろんな材料ありますけれども、それほどネガティブな形の材料はあまり、 報じられていませんので、まあ調整感を非常に強めたのかなというふうにして感じました。まあそうした意味では、プラス企業度としてはファーストリーテリングもそうなんですけども、えー、まあちょっと利上げ、えー、円安志向が非常に強まってる中で輸出成功の高まってるような、まあちょっと感じさせるような銘柄が、まあちょっと全般的には牽引したのかなとこういうイメージで見ております。 ちょっとマーケットの方がですね、今日は、ま、ニューヨークお休みということを大義名分にして、なかなか萎縮しているような状況だったかとは思いますが、マーケットのファンタメントと大きく、まあ、ま、変化はしてないのかなと。まあ、ちょっと日韓関係のところでの報道など、安倍首相のこういった見解など、ちょっとあったというところでありますけれども、基本的な業績の方は変わってない。じゃあ、この円安志向がどういった形になるのか、えー、そうした中では繰り返しになりますが、今日ニューヨーク市場お休みでございます。えー、ま、こうした時はちょっと長めのスパンというところで株225室 お取り組みの方も考えてもいいのかなというふうにして感じますがいずれにしてもニューヨークの株式市場お休みの中でどういった動きをするのかそれと今日はニューヨークお休みという大前提の中でブリグジット問題そしてもしくはイタリアの予算委員の話この辺がどういった速報が出てくるのかご注意いただいてお取り組みいただければというふうにして思います以上11月の12日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました